はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。商品リサーチをしていて、なかなか商品の母数が集められないんですよ。なかなかいい商品が見つからないんですよ。っていう方結構いらっしゃいます。今回は、そのなかなか商品が見つからない原因は何なのか。もちろんこれについても言及するんですが、それよりも、じゃあ今から何ができるかっていうことについて話をさせていただきます。今回の動画で大切になってくるキーワードが2つ。正確に言うと3つあります。まず1つ目っていうのは、アドラーの三角柱という考え方。2つ目っていうのはセルフハンディキャッピングっていう考え方です。で、このセルフハンディキャッピングっていうのはさらに2つに分かれて、獲得的セルフハンディキャッピングと主張的セルフハンディキャッピングっていうのがあるんですが、この3つのワード、今回必ず覚えておいていただきたいです。さて、早速話をさせていただくんですが、我々っていうのは思うように何かがいかない時っていうのは、大抵自分に対して、あ、これだから自分はかわいそうなんだっていう気持ち、もしくは誰かのせいにして、あいつが悪いから自分はこういう状況なんだっていうことに往々にしてなるんですね。アドラーの三角柱という言葉は、3つの側面が人間はあるよっていう考え方なんですけれども、1つ目がかわいそうな自分、2つ目が悪いあの人なんです。じゃあこの三角柱の3つ目の側面っていうのは何かっていうと、今から何ができるかなんですね。ですから、なかなか商品が見つからないっていう状況になった時、往々にして我々っていうのは自己保身だとか他責に至りがちになってしまうんですけれども、そうなっても問題っていうのは全く解決しません。だから今回、皆さんがなかなか商品見つからない時、まず何をすべきかっていうことの大事な2つのポイントっていうのは、自分がかわいそうだからどうだこうだっていう自己憐憫に浸ったりだとか、誰が悪い、彼が悪い、こういう状況が悪いという自分以外の何かのせいにする、まずこの2つの選択肢っていうのは取っ払ってください。これを取っ払わないと本当話にならないんですよね。だからこれからまず何ができるかっていうことが、アドラーの三角柱の3つ目の側面として我々にとって一番重要なものであるっていうことを、まずご理解いただければ幸いです。さて、続いてセルフハンディキャッピングについても言及させていただきます。セルフハンディキャッピングっていうのは、自分で自分の足を引っ張るような状況っていうのをあえて作り出してるっていうことなんですね。我々っていうのはテストの前の時、例えば学生の頃、テストの前の時の自分を思い浮かべていただくとよくわかると思うんですけど、まずは獲得的セルフハンディキャッピングについてです。テストの直前になると、いきなり家の中を整理し始めたり、自分の部屋を掃除し始めたりしませんか？それってなんでそういうことを行うかっていうと、そういった掃除をしていたから、テストの勉強の時間が足りなくなってしまったっていう、自分がテストでうまくいかなかった時の言い訳作りっていうのを自ら行動ベースで行うんですよ。それが獲得的セルフハンディキャッピングなんです。例えば、本来は忙しくもないのに他のことですごく忙しくしたりして、で、結果的に例えば物販がうまくいかなかったとしますよね。その時に、あの仕事が忙しかったから自分は予定通りいかなかったって言い訳できるじゃないですか。そういう状況を作るのが獲得的セルフハンディキャッピングなんです。続いて、主張的セルフハンディキャッピングというのは、生徒さんから私が一番よくいただく発言っていうのが、まさにそれなんですよね。要するに、何か起こる前に、私は体調が今日悪いんでだとか、最近仕事が忙しくってだとか、とにかく事前に自分がその後何かうまくいかなくなった時にも、あ、忙しかったからねとか、体調悪かったからねって周りに言ってもらえるように、発言ベースで自分のことを事前に守っておくんですね。うまくいかなかった言い訳作りを事前に周りに流布しておくっていうのが、主張的セーフハンディキャッピングっていうものなんですよ。少し物販に的を絞って話をさせていただきますね。商品リサーチしていてなかなか見つからない時って、多くの方が、場合によってはめちゃめちゃ長い文章で、なぜ自分がこうやってこうこうこういう理由でうまくいかなかった、こうやってこうこうこういう理由で商品の母数が集まらないっていうことを主張してくるんですけれども、じゃあ見つかるようにするには今から何ができるかっていうことを考えていくことが必要だと思うんですね。で、皆さんにとってそういう状況って非常に、なんて言うんでしょう、苦しい状況であることは確かだと思うんです。で、独学でやられている方はそこで試行錯誤する必要があるし、コンサルティングやられている方も何でもかんでも依存的、自動的に進んでいけばいいっていうわけではないんですが、じゃあそういった状況の時、何ができるのかっていうのを講師から
私の方から提供させていただきたいと思います。ようやく後ろのホワイトボードに話が入ってきます。私が講師をしていて大切に考えていることっていうのがあるんですね。やってみて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かず。これ山本五十六の言葉なんですけれども、これに従ってじゃあなかなか商品リサーチが進まないっていう場合にどういうことが提供できるのか、まずはコンサルティングベースで話をさせていただきたいと思います。ただこちらの動画って独学で物販やられてる方見られてると思うので、そのコンサルタントがいない、先生がいない状況でどういうふうに進んでいけばいいのかっていう話も終盤にさせていただきますから、最後までぜひご清聴いただければ幸いです。まずやってみせに関しまして、私がカリキュラムとかこういった公開動画だとか、その中でいろいろな動画で商品リサーチ実際にやっているんですよね。だからやってみせっていう状況っていうのはいくらでもお見せすることができるんです。また私ガチンコリサーチ動画って言って、自分がマジでリアルにガチでリサーチした商品の動画っていうのを毎月1本ちゃんと録画してきたっていうのがあるんですよ。いつからかっていうと、2016年の5月からずっと毎月1回ガチンコのリサーチの動画、だいたい1時間前後のものが多いんですが、そういった動画っていうのもあります。ずっと蓄積してきた、3年半ぐらい蓄積してきた動画があるんですよ。次、言って聞かせてに関しましては、これコンサルティングのメインのやり取りっていうのはチャットワークなんですね。で、チャットワークプラススカイプの画面共有を時々行うっていうことを今後強化していこうと思います。要するにただ私がやってみせるだけではなくて、実際に言って聞かせてっていう状況をより強固にしていく。で、これここが今回のポイントなんですけれども、今までスカイプの画面共有をするタイミングっていうのは、例えばアメリカアマゾンのセラー登録をするときだとか、初めの商品登録をするときだとか、そういった作業ベースの要所要所だったんですね。しかしながら多くの人がなかなか商品見つからないっていうところでガクンってなってしまっている現状を考えると、商品リサーチを始めてなかなかうまく見つからないなっていうタイミングで、一緒にスカイプで画面共有しながら商品リサーチをやっていこうと、今後はまあ決意というか、そういった考え方っていうのをガチッと固めて、それをサポートの一環とさせていただこうと今考えております。ですからサポート期間中の方、コンサルティング6ヶ月のサポート期間中の方、延長サポート中の方っていうのは、もし商品リサーチがうまくいかないということで悩んでいる状況なのであれば、実際にスカイプで画面共有しながら一緒に商品リサーチをその場でやっちゃおうと。では例えばコンサルティングを受けていなくて独学でやっている方で、じゃあどうすればいいのか、もしくはサポート期間後で延長サポートは受けないんだけれども、自分でどうにか打破したい、なかなか商品リサーチが見つからないっていう状況を打破したいと思っている方、どうすればいいのかっていうと、砂金を考えてみれば、砂金をイメージしていただければ解決すると思います。皆さんが初め商品リサーチをする最初の段階っていうのは、とにかく母数を集めるっていう段階なんですね。母数っていうのは商品の数です。で、商品の数を集めることを先に例えて考えてみると非常によく分かりやすいんですが、皆さんが川面に立っています。で、この川には砂金の粒がある、それは分かっている。で、その中でたくさん、でも川底を見てみると砂粒はたくさんあるわけですよね。その砂粒がたくさんある中で、どうやって砂金皆さん探しますか？多くの人がやっている砂金取りのやり方って、その川面からずーっと、まあ川岸からずーっと川面を眺めて、川底を眺めて、砂金はどこだ、砂金はどこだってピンポイントで探そうとしている状況が皆さんの商品リサーチで往々にしてある状況なんです。これね、大間違いなんですよ。商品リサーチっていうのは、まずそれが、実際テスマで買い付ける商品なのかどうかっていうのは、正直はじめよくわかんないと思う。わかんないと思うんだけれども、その状況でとにかく泥でも砂でもガサッと川底からすくい上げるんですよ。で、その後の段階で初めてふるいにかけていくってことなんですね。で、ふるいにかけていったら泥が流れて砂っていうのは判別できるようになって、で、その後、あ、砂金だ砂金だ砂金だってわかるわけですよね。この順序っていうのをワープしたりだとかスキップして、初めからピンポイントで砂金砂金砂金っていう風に取ろうと思ってる方が多いんですが、これはっきり言って無理なんですね。なぜならば、皆さんが商品リサーチを初めてする、さらに言えば物販を始めたての頃っていうのは、商標登録だとか何が売れる商品だとか、利益率はどうだ、業績重量はどうだ、その他もろもろいろんな事項を考えながら商品をバスッとピンポイントでキャッチするっていうことはできないからなんですよ。単純に技能的に無理なんです。だからその状況だったら、まずはガサッとすくって、その後自分でゆっくりとふるいにかけて判別していくしかないんですね。それをまずは完全に技能をちゃんと高めて、商標登録のこともバッチリわかるようにして、で、利益率もちゃんと考えて、利益額も考えて、絶対に利益が取れそうな商品をピンポイントで探してあるぜと思って商品リサーチをしていると、いつまで経っても皆さんのリサーチ表、
商品を記録しておくエクセルのシート、いつまでたっても埋まっていかないです。こういったこと、完璧主義だとか間違えちゃいけないだとか、自分は自信がないからだとか言い訳してセルフハンディキャッピングを考えたりだとか、アドラーの三角柱で自分かわいそう、あの人が悪い、そういったことを考えるのではなくて、我々は先の先のことまで考えて一人迷路になっている状況っていうのが一番もったいない状況なので、そうではなくて、まず自分が商品リサーチの何をしているのか、母数を集める段階はガッサーですよ。砂金だろうが砂だろうが泥だろうが海藻だろうが何でもそうですよ。カニも入ってくるかもしれないけど、とりあえず全部ガッサってやるんですよ。ザルでガッサッと。その状況なのであれば、商標登録がどうなのか、この後テスマをした後、その後大量に買い付けるタイミングはいつなのか、その後 OEM をするタイミングはいつなのか、 OEM する場合はどうなのか、商品の出品登録する際はどうすればいいのか、そんなの全部後全部後回しでいいんです。皆さんが小さい頃駄菓子屋で、はい、1000円渡されて好きなもの買っていいよって言われた時みたいに、にゃーって集めていけばいいんです。本当そのノリ、その感覚、良い意味でのラフさ、良い意味での気楽さ、良い意味でのフランクな感じというか、フットワークの軽さっていうのが、ものすごくファーストステップでは大切になってきますから、そこを夢忘れずに進めていただければ幸甚です。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。もし動画ご参考になりましたら、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。